914-914ポルシェ914は、かつて、ポルシェとフォルクスワーゲンが共同で製造、販売していた、スポーツカーである、ワーゲンポルシェというニックネームを持つ。1967年フランクフルト賞で発表され、特に高価な911に手が出なかった若者への、訴求力は強く、ポルシェという文化を植え付けるには、もってこいであった。当時のフォルクスワーゲンは、 フォルクスワーゲンビートルとそのコンポーネントを利用した派生車種の製造、販売を中心にしており、頭打ちになったビートルの業績に頭を抱えていたところに舞い込んだプロジェクトだった。フォルクスワーゲンにとってはポルシェというブランドによる販売力と何よりスペシャリティクーペでありながら実体としてビートルと構造的な差異をほとんど見せない。 フォルクスワーゲン・カルマンギアの後継としての役割を十二分に果たしてくれる存在に捉えられたため、ポルシェに対して協力の受け入れを打診した。ボディの生産はポルシェが、エンジン供給をフォルクスワーゲンが、主に担当した。914は既存のパーツをできるだけ流用する、ことを留意したモデルではあったが、そのレイアウトにかける意気込みはポルシェをポルシェたら占める、ゆえんで、 走行性能に関する部分に関して、敵愛の総菜をそのまま皿に盛るような真似は、極力避けられていた。エンジンはすべて空冷式水平対抗エンジンである。エンジンとトランスミッションを911と前後逆に、下、ミッドシップエンジン配置とし、質量を前後方向の中央に着させて、運動性能の向上を狙っている。サスペンションはフロントが911から、 ストラット式を、リアは実用車である、フォルクスワーゲンタイプ4用のトレーリングアーム式を、それぞれ採用していた。これまで、トーションバースプリングしか採用してこなかった、ポルシェ量産車として、初のコイルスプリングをリアにおごるなど、既存品の流用とはいえ、選定にはこだわっている。1970年16,231台、1971年21,440台。 1972年に17,660台と911とは一桁違う多数が製造販売され、1976年により高価で高性能なフロントエンジンのポルシェ924に移行する形で製造が終了された。その後長らくポルシェにおけるミッドシップモデルの経費は途絶えていたが、生産終了から20年が経過した1996年に、 ポルシェボクスターが誕生した。当初、フォルクスワーゲンタイプ4の水平対向4気筒線 679cc80 馬力エンジンを搭載した914、ポルシェ 911t の水平対向6気筒線 991cc110 馬力エンジンを搭載した914-6が併売された。1972年、914-6から切り替える形で、 フォルクスワーゲンタイプ4の 1800cc エンジンを 1971cc にボアアップし搭載した9142.0が登場し、日本では1973年から販売された。914S は9142.0の前後に、スタビライザーを装着し、アルミホイールを標準装備したもの。1973年、フォルクスワーゲンタイプ4のエンジンが変更されたことに、 ともない914のエンジンが 1800cc となったが、これは日本では販売されなかった。1974年9142.0の外装色のみ変更した 914SL が20代限定で販売された。1975年から前後のバンパーがラバーコートされた。この他 911S の2341。 CC190 馬力エンジン、または 911RS の2687、CC210 馬力エンジンを搭載した916が11台存在する。また、3000CC300 馬力の8気筒エンジンを搭載した914から8が2台のみ作成され、うち1台がフェリーポルシェ氏の60歳の誕生日プレゼントとして贈呈された。 スタイルオートの編集長、マリオ・ディナリッチが、ポルシェ914は、メカニズムも性能も申し分ないスポーツカーだが、ただ一つ、問題にするべきはスタイリングだ。これは何ら人の心を打つところがないと断言し、この意見に賛同したフリーのデザイナーが、次々とモーターショーに自作を発表した。1969年、1970年と、ラリー・モンテカルロにおいてのビオルン・アルデガルド、 ビッグエル・フォードらによる911での成果により、1971年。ポルシェワークスは、レース活動に集中するため、PR 戦略として914、6を投入し、苦戦を強いられた後、再び911を送り込んだ。その後劣勢となると、ワークス活動を、セミワークスチームであるアルメラスチームへ引き渡し奮闘した。ポルシェミュージアム、 ポルシェ914から8特別展示。我らがポルシェポルシェなんでも、辞典、P206。我らがポルシェポルシェなんでも、辞典、P207。三英書房、ラリークラシックスボリューム4ラリーモンテカルロ100年の記憶、ない、名優たちの攻防より一部抜粋、参考。ありがとうございます。